なあ、岡野、これ受け取ってくれよ。うるさい。なんで男子の前原くんがチョコ渡してんの？これには複雑な事情があって。速攻で行こうぜ。空きスペースにこのチョコをパスするから、ワントロップしてすぐまた俺にくれればいい。どの面下げて司令塔みたいに指示してんだ。岡島たちから内申書の話聞いたんだから、私から直接チョコもらえばセーフだって。なおさら絶対やるもんか。あの覗きだこにチャラ男評価されりゃいいよ。そういう事情か。うん、考えるより先に体が動く弾丸娘の岡野さんは、こういう策略に巻き込まれるのを一番嫌う。彼女の気持ちは薄々知ってただけに、こじれたまま卒業する二人は見たくないな。ねえ岡野さん、少し話を聞いてあげても。顔なぎさでもダメか。当分は誰も岡野の怒りを鎮められねえ。岡野様、つきましてはですね、その懐にスタッと、ともも熱いけど何とぞ。コロ先生、もうやめにしてあげたら？日向は素直だけど怒らせたら頑固だから、前原くんがどう頑張っても絶対チョコは渡さないよ。いいえ、女の子の心一つつかめないようでは、この暗殺教室の卒業資格はやれませんね。優れた殺し屋はよろずに通ず、異性の扱いとて例外ではないのですから。なあ岡野、頼むから機嫌直してチョコくれよ。ふざけんな。内申書が欲しいだけでしょ。内申書はこの際チャラ男でいいけどさ、昨日みたいなもらい方じゃ嫌なんだよ。ちゃんと渡してほしくてさ。その、ごめんな、気づいてなくて。謝ったって無駄だよ。私がここで折れない性格なの知らないの？知ってるよ。お前のことならこの1年で全部知ってる。例えば？そうだな、ハイキックの時、見えてんのに見えてないと思ってることとか。全体的にガサツなんだよ、脳筋だから。家庭科なんか俺の方がうめえし、貸した漫画はご飯粒が張り付いてるし、ああ、口にもよくついてるよな。どんだけ飯つぼ押しなんだよ。あとほんと暴力がひでえ。ちょっと怒ると引っかくわ、もっと怒るとミドルキック打ってくるわ、さらにさらに怒らすとドロップキック打ってくるわ。だったらこれでも食らえ。最高に怒ると対先生ナイフで喉元をついてくる。野生すぎんだよ。え、仕込みナイフがチョコに？体育の時すり替えておいたのさ。確かにお前から直接もらったぜ。かっこキモいな。よく知ってんだろお前のこと、うん、第一、興味もねえ女のカラオケのハモリ全曲覚えねえよ。だけどお前照れると急に黙るよな。ほんと単細胞は嘘つけない。やかましい。顔くまるやら。まあなんとか一件落着ってところだな。やれやれ、前原も相変わらずだな。ねりふふふ、卒業までになお進展してほしいですね。何メモ取ってんだよ。これをもとに実録ラブロマンスが書けそうです。さらに映画化で大儲けですよ。ぬるはっ。いつから覗いてたの？お前のことならこの1年で全部知ってる。例えばから。最低。やめて。僕はコロ先生みたいな先生になりたいと思っていたはずなんだけど、なんだか自信がなくなってきたよ。